28日、イラン北西部でマグニチュード4.9の地震が発生。これにより8人の犠牲者が出ている。国営イラン通信が地元政府の発表を引用して報じた。テヘラン大学地球物理学研究所の発表では、地震は現地時間28日午前3時44分、日本時間8時14分に東アゼルバイジャン州の州都テルビズから100キロ離れた。 地点を震源として発生。同州の危機対策管理センターのハリルサ A 執行役の発表では、現地では多くの建物が倒壊しており、救助活動が行われている。地震関連のニュースはこちら。